ご覧いただきありがとうございます。現地2月24日、シカゴ・カブスとコーディ・ベリンジャーが3年8000万ドルで再契約に合意したと報じられました。1年目と2年目、それぞれのシーズン終了後にオプトアウト権がついています。年俸は1年目の今シーズン3000万ドル。シーズン終了後にオプトアウトしなければ2年目も3000万ドル。そして2年目のシーズン終了後のオプトアウトもなければ3年目の年俸は2000万ドルとなります。現在28歳。 メジャーデビューを飾った2017年にオールスター初出場を果たし、ルーキー・オブ・ザ・イヤーを受賞。19年には打率3割5厘、ホームラン49本、OPS1035 都市、ナショナルリーグ MVP、シルバースラッガー賞を受賞。守備でもゴールデングローブを受賞し、23歳にして MLB のベストプレイヤーの一人となったベリンジャー。 ただコロナウイルスパンデミックで短縮となった20年シーズンに数字を落とすと21年は95試合打率1割6分5厘ホームラン10本 OPS542 キャリアワーストといえるシーズンを送り MVP シーズンの2019年に8.6で MLB ベストであったウォーはこの年マイナス1.7となりました続く22年シーズンは144試合に出場数字は前年に比べて若干回復しましたがやはり低迷 ドジャースには翌年23年シーズンもベリンジャーの保有権がありましたが、不審から抜け出せないベリンジャーに1800万ドル前後となる年俸を支払うことはできないと決断。ベリンジャーをノンテンダーとします。改めて非常に落差の大きいドジャースでの前半3シーズンと後半3シーズン。2020年は短縮かつイレギュラーなスケジュールのシーズンであり、判断の難しいところです。ただ、その後の不審は、その20年のポストシーズン。 ブレイブスとのナショナルリーグチャンピオンシップシリーズ第7戦の7回、勝ち越しのソロホームランを放った後、キケ・ヘルナンデスとのセレブレーションで右肩を打球、オフに手術を受けたこと、そしてそのリハビリ中にもスイングを続けたことの影響があるとされます。さらに、翌21年シーズン早々の4月には、ファーストベース付近での接触により、左ひ骨の亀裂骨折をするという不運も重なりました。 そんなドジャースからノンテンダーとされ FA となったベリンジャーは23年シーズンを前にカブスと1年1750万ドル保証2年目は総合オプションで2500万ドルという契約を結びます勝負の1年契約輝きを取り戻し自らを証明する必要があったベリンジャーとその可能性にかけたカブスシーズン序盤5月15日までを打率2割7分1輪としていたところで膝を痛め故障者リスト入りしましたが 1> 約月1月後の6月中旬に復帰そこからは打率を上げていき、7月14日以降、3割を切ることはなく、シーズン打率3割7厘、出塁率3割5分6厘、ホームラン26本、OPS881、盗塁もキャリアハイの20個と、見事な成績を残し、ナショナルリーグ MVP 投票10位、シルバースラッガー賞とともに、カムバック賞にも選出されました。 そんな復活を遂げた23年シーズンは22年シーズンと比べるとゾーンに来た球を空振りするウィフパーセンテージ三振のパーセンテージが大幅に改善ハードヒットパーセンテージやバレル打球速度は落ちているものの三振するよりはマシと言わんばかりにコンタクトパーセンテージは80.9%から87.4%とアップ特に2ストライクノーボールからのコンタクトパーセンテージには劇的な差が生まれています 打席内でのアプローチをそれまでと変え、ハードヒットよりも確実性、コンタクトを重視し、ボールインプレーをプライオリティにしたスタイルと言えますが、それでいてホームランも26本放ってみせました。そのベリンジャー、オフには満を持してカブスとの総合オプション2500万ドルをオプトアウト、FA となります。マーケットではヒッターとして大谷翔平を除けばトップの評価でまだ28歳という若さ。そして代理人はスコット・ボラス。 狙うはメガコントラクト。長期間の大型契約です。現地メディア、データサイトにおいても CBS スポーツ6年1億8000万ドル、ファングラックス6年1億5000万ドル、トレードルーマーズ12年2億6400万ドルと、それぞれが長期大型契約の予想を立てていました。しかし、蓋を開けてみれば、オプトアウト券2回付きの3年8000万ドル、年俸換算では2670万ドルとなりますが、粘りに粘り。 スプリングトレーニング開始までずれ込みながらも、望んでいたであろう長期契約は得られませんでした。過去2シーズンの大不振、バウンスバックは果たしたものの、活躍は1年、リスクが大きいと見られたのかもしれません。そんなベリンジャーのこの契約パターンは、同じ代理人のボラスのもと、2022年の FA マーケットで長期契約を狙うもかなわず、ツインズとオプトアウト券2回付き、 3年1億500万ドルの契約を結んだカルロス・コレアと似たものとなりました。コレアはツインズでの1年目に好成績を残し、プラン通りオプトアウト。再び FA マーケットに出ると、ジャイアンツから13年3億5000万ドルという狙い通りのメガオファーを受けました。ただ、正式合意直前で過去の怪我が原因となり破断。その後、メッツとの12年3億1500万ドルも破断となり、 結局、ツインズと6年2億ドルで合意しています。ベリンジャーは今シーズン終了後でもまだ29歳。健康をキープした上で昨シーズンに続く好成績を残せばオプトアウトし、再びマーケットに出て今度こそ長期契約を狙うことになると思われます。一方、昨シーズンのようなパフォーマンスを期待している。それによって1年でオプトアウトされても仕方ないと長期契約のリスクは取らなかったカブス。 その背景にはファームシステムがメジャートップクラスに充実していることがあるかもしれません MLB パイプラインのプロスペクトランキングでは実に7人が上位100位以内にランクインさらにチームのナンバーワンプロスペクトは2021年のハビア・バイズとのトレードでメッツから獲得した21歳昨シーズンメジャーデビューを飾りベリンジャーと同じセンターを守るピート・クロウ・アームストロングです今回ベリンジャーと再契約したことによって アーームストロングにもう少しマイナーででのの時間が必要なのであればベリンジャーがセンター、レギュラーを取れるようであれば、ベリンジャーをファーストに回すこともできます。そのファーストの候補には、ドジャースからトレードで獲得した26歳、マイケル・ブッシュもいますが、ブッシュにはサードも任せつつ、DH として起用することなどで柔軟性が生まれ、かつそれぞれのポジションの層に厚みが増すことになります。 なおそんなカブスのコンオフの主な補強はベリンジャーのほかに横浜 d n a ベイスターズからポストされた今永翔太アストロズから FA となっていたレリーフのヘクター・ネリスドジャースとのトレードでの2人先ほども触れた内野手昨シーズンメジャーデビューを果たし27試合に出場したマイケル・ブッシュ昨シーズンは49試合に登板した右のリリーフ LC ・アルモンテ さらに、プレイヤーではありませんが、ブルワーズから引き抜く形で、クレイグ・カウンセル。5年、4000万ドルという、監督としては破格の好条件で迎えています。なお、これによって解雇された形となったデイビッド・ロス前監督は、11月にヤンキースからコーチのオファーを受けましたが、監督としてのキャリアを追うために断ったとされています。改めて、シカゴ・カブス、2024年、開幕日の予想ラインナップ。 先発ローテーション、ブルペンデプスはこちらです。現時点での来シーズンの贅沢税対象ペイロール、総年俸は1億9300万ドルほど、贅沢税課税ラインの2億3700万ドルまでは、まだ余裕があります。昨シーズン、ナショナルリーグ中地区に、わずか1ゲーム差でワイルドカードによるポストシーズン進出を逃したカブス。今シーズンはどのような戦いを見せてくれるでしょうか ご覧いただきましてありがとうございました。よろしければチャンネル登録をお願いいたします。カーブスがのウィントデイ。